女族と方願は、1951年、牧野正弘、萩原良が監督し、東横映画が制作、東京映画配給が配給して公開した、日本の長編劇映画である。第二次世界大戦後、従来工業会社であった、東横映画が大英との協定を結び、1947年、大英第二撮影所を借りて、同撮影所。 東横映画京都撮影所として、制作を開始して、以来、4年目に入った同社の正月、第2弾映画である。同社での牧野正宏の6作目、萩原良の3作目にあたり、この後、同年同社では、牧野は、おつや殺し、萩原は、夢助千両土産げ春風部刀流を取る。本作は、片岡千恵蔵を演じる、方眼こと。 遠山木にをもので1938年の矢地田道中期のリメイク、相手役の、如ょくこと、くれないつばめの王林を、宮城千佳子が演じる。宮城はこの頃、本作監督の牧野正弘同撮影所長の牧野光雄の弟である、牧野心蔵の妻であったため、心蔵や正弘の監督作や、東横映画の作品に多く出演している。 東横映画の作品を配給するために、東京映画配給が設立されて1年半が経過しており、本作は東京映画配給が配給して、1951年1月5日に公開された。本作に映林番号が付されているのは、1949年6月14日に映画倫理規定管理委員会が結成されたからで、 1954年8月までは、レーティングは行われていない。東京国立近代美術館フィルムセンターは、本作の上映用プリント等を所蔵しており、東映チャンネルも、同作を HD 化して放映している。ありがとうございます。